エメジャケは、フランスロワール県出身の元サッカー選手、元サッカーフランス代表監督。選手時代は、サンテティエンヌに12年間在籍。リオンで監督を4年務めた後、ボルドーでは、リーグアン制覇などクラブに黄金期をもたらした。1993年、ジェラールーリエの下で、フランス代表のアシスタントコーチを務めていたが、アメリカ W 杯欧州予選で敗退し、 本大会出場を逃したのを受けて、フランス代表監督に就任。エリック・カントナ、ダビド・ジノラや、ジャンピエール・パパンら当時のスター選手を外すなど、当初はメディアの批判にさらされていた。また彼らに代わって、ジネディーヌ・ジダン、ティエリ・アンリ、リリアン・チュラムなど移民、移民の子、移民の子孫を主力として据えたことから、国粋主義者に脅迫されることになった。 フランスの極右政党である国民戦線などはラ・マルセイエーズも歌えない連中をフランス代表とは認められないとののしったものである。ジャケは u e f a u 9 6で準決勝進出とまずまずの結果を出したものの決勝トーナメントでは1点も取れずに終わった。1998年地元開催のワールドカップ。 フランス大会開幕前まで、レキップ氏などに優勝など無理だと批判されていた。しかし本大会が開幕すると、グループリーグを全勝で突破し、決勝トーナメントでは1回戦でパラグアイを延長戦の末、ローラン・ブランのゴールデンゴールで破り、準々決勝で強敵イタリアに、PK 戦で勝利。準決勝でも、クロアチアを、チュラムの2ゴールで撃破し、 決勝で前回王者ブラジルと対戦することになる。その決勝で、ジャケがチームのエースに据えたジダンが2ゴールと活躍するなど、圧倒的な試合展開でブラジルを破り、フランスにとって初めてのワールドカップ優勝を果たした。結果として1998年7月12日深夜、パリのシャンゼリゼ通りは、あれらフランスの大合唱となり、あたり一面トリコロールの海となったのは、 国粹主義者たちにとっては皮肉である。優勝と共に優待し、以降はフランスサッカー協会のテクニカルディレクターを務めていた。2006年12月引退。ありがとうございます。